今の部分、もう一度。いつ聞いてもヒナのギターには驚かされるわね。こんな弾き方、一体どこで覚えてくるのかしら。いえ、きっとあの子は。コンコン、お姉ちゃん、お風呂沸いたって。ヒナ、ノックしながら入ってきたら意味がないって何度も言ってるじゃない。ごめんなさい。あれ、お姉ちゃんが音楽聴きながら勉強って珍しいね。あ、パスパレの曲だ。なんだ、宿題もはかどっちゃうでしょう。宿題はとっくに終わってるわ。え、でもシュって顔でノートに何か書いてたけど。これはギターの分析。真剣な顔にもなるわよ。分析って、私のギターをお姉ちゃんが？ええ、最近出たパスパレのライブ音源を。ああ、私のギターいっぱい聴いてくれてたの。ねえねえ、どうだった？どこが好きだった？何でもいいから教えて。どうと言われても、これは私のためにやっていることよ。いいからいいから、お姉ちゃんが思ったこと聞きたい。お願い。別にあなたのためになるとは思えないけど。そうね、今聴いていた曲のギターソロ、あなたがアレンジしたんでしょ。お、すごい。どうしてわかったの？わかるに決まってるじゃない。ギターソロの終盤、こんな変則的なスケールの使い方するなんて、ヒナしか考えられないわ。それからそれから？あとはこの曲のラストのサビ前、フレーズの入りで細かい動きをするのに音に力強さがある。前は軽やかに弾いていたけれど、あなたのことだからきっと瞬発的に。どうしてそんな目で見るの？お姉ちゃんが私のギターのことを話してくれるのが嬉しくって。ノートにもこんなにいっぱい書いてくれて、こんなこと今までなかったじゃん。そうだったかしら。そうだよ、ルルルルルンってする。だからもっと聞かせて、ずっと聞いてたい。そんな、もうこれくらいでいいでしょ。まだまだあるでしょ。だってさっきチラッと見えたけど、びっしり書いてたじゃん。あ、勝手に見ないでちょうだい。あ、隠さなくたっていいじゃん。私はお姉ちゃんのギターの好きなところずーっと言えるよ。いつ聞いてもルンってするとこでしょ。ちゃっちゃって刻んでるとこの顔とか、ギターソロ聞くとたまにキューってなるとことか。もう分かったから。そもそもそれは単なる感想でしょ。同じようなものだと思ったんだけどな。まあいっか。また私のギターを分析したら教えてね。私もお姉ちゃんのギターが大好きっていっぱい伝えるから。ふう、別に伝える必要はないと思うのだけど。私が嬉しいの。お姉ちゃんもきっとそうでしょ。伝えても伝えなくても、私がお姉ちゃんのギターのこと大好きなのは一生変わんないけどさ。そういうものじゃん。一生って、あなたは本当大げさね。でも一生は一生でしょ。お姉ちゃんはこれからもずっとロゼリアでギターを弾くんだし。それは、私がずっとギターを弾き続ける。そうよね。デビューライブで知ったプロとして音楽をする責任。多くの人と作り上げる感覚も大切だけれど。ギタリストとして一生をかけてこの道を進む。プロになるとは、つまりそういうこと。そう、
それこそひなの言う通り、一生。お姉ちゃん？お姉ちゃんってば！あ、ごめんなさい。ううん、どうしたの？ちょっと疲れてる？いえ、あなたの言う通りだと思っただけ。お風呂先に入るわね。